ミク、なんだ、やっぱお前も着替えたか。そのつもりはなかったけど、なぜか係の人がノリノリで。変じゃない？まあ似合ってる。お友達は？それが来ねえんだよ。たくしょうがねえやつらだ。上杉君、本当にここにいるのかい？誘導成功。いちかもうまくやったみたいね。ふん、お似合いじゃない。引っ込んじゃう。ったく、しゃあねえな。譲ったわけじゃないんだから。わ、悪い。あらら、あんなに濡れて、昨日の私たちみたい。下着どうするんだろう。あっ、私に注意したくせに。風太郎こそ周りに注意してよ。だから何度も謝ってるだろ。係の人には俺から謝っておくから、今のうちに着替えておけよ。うん、いつの間にか普通に話せてる。いろいろあったのに不思議。風太郎といると細かいことなんて忘れてしまいそう。例えば、そう、下着まで濡れちゃってることとか。え、これ下着屋さんの紙袋、誰、係の人かな。ありがたく使わせてもらう。ほんと助かったよ、いつきが下着を持っててくれて。でもなぜ。何かあるといけないと思う。